VZ-2VZ-2 は、アメリカ合衆国で試験された垂直離着陸、実験機。アメリカ航空宇宙局やアメリカ海軍と協力しつつ、アメリカ陸軍が発注した機体である。製造担当は、バートル社。一機が製造された。VZ-2 は、ティルトイング方式の実験機である。基礎実験機として、簡易な構造をしており胴体部などは、 大半がないフレーム構造のままであった。ターボシャフトエンジン1機を単位中央上部に搭載し、駆動軸を通じて左右主翼各1機ずつの3枚ローターを回転させる。大型ローターが取り付けられた主翼は水平時の0度から上向き90度まで向かい角を変えることができる。尾翼は T 字尾翼であるが、ダクテッドファンが垂直、水平尾翼の双方に埋め込まれ、 低速時内視ホバリング時の機体操作に用いられた。陸軍は1956年に4月15日に発注している。初飛行として垂直離陸に1957年8月13日に成功し、垂直離陸から水平飛行への転換飛行は1958年7月23日に成功した。陸海軍は1960年まで試験を行い、 その後は NASA が1965年まで試験した。VZ-2 は450回以上の飛行試験を行い、総飛行時間は50時間以上、転換飛行試験は273回を数え、うち43回では完全な転換飛行を行っている。退役後は国立航空宇宙博物館に保管されている。なお、アメリカ空軍はほぼ同時期に同じく、 ティルトウィングの X-18 の試験を行っている。ありがとうございます。